お宝やエンリケの神訴訟なう。いやなかなか攻めますね。まあ、これはまあ今ね攻めますね、フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。フランチャイズ川柳入選者発表ということで、はい、たくさんのご応募ありがとうございました。まあ随分来ましたね。はい、どうですか全体的には。くだらな面白いのは増えたよね。ほう、山本くん勝たせられるかハム社長とかね。あ、こういうこう、ね、面白いですね。謝罪から始まる今年の林さん、うんうん、じゃあくだらない系いきましょうか。入選を惜しくも逃したけど読み上げるってあげようかなぐらいのものを、じゃあまずいきましょう。まあね、林さん年商ゼロはもうやめて。ね、あとはね、わざわざ全てのブランドに1個ずつ考えてくれた人もいますね。そうね、なかなかそれはすごい気合が入ってますね、うん、山本よ怪しい電流加盟して。わかりますかね、うん、あのおばさんのやつですねお姉さん、お姉さん、お姉さん、お姉さんです、はい、お姉さんですか、はい、虫 FC マイカブついてカブトムシ、カブトムシ、ねね、うん、これもまあまあ面白いんじゃないですか。さあ、じゃあここから入選者というか3つぐらい選べますか、ね、どうぞ。井口さん実質お肉のビッグボスとかね、これ、あ、これはね、これ今年のテーマになるようなね、これは結構ね好きだね。はい、お宝やエンリケの神訴訟なう。いやーなかなか攻めますね、まあ、これはね、これはまあ今ね攻めますね、うん、肉餃子エステで夢は無尽蔵、このね、うん、無尽と無尽蔵がかけられてですね、この漢字で分かるんですね、これね上手だなと思いますね。コイランの赤字を包む餃子かなってこと ね、この餃子かなって、これもいいしね、この、うん、なんかこう目がもう絵が浮かびますね、こう餃子を、うん、優しい餃子を食ってね、あの店で買って、あ、これでコインランドリーの赤字を救ってるんだと、そういうこうイメージですね。イメージ膨らむやつですよ。はい、想定内肉取られても広告費、うん、ね、これもまあいいんじゃないですかね。さあ、上位3つを選んでいきましょう。僕は肉餃子エステで夢無尽蔵が林賞。僕はこのコイランかな、やっぱりな。おう、コイランの赤字を包む餃子かな。おう、これ竹村賞。お二人の方には天岐阜を送らせていただきます。あと一人ぐらい選びますか。そうですね、総選挙落ちるとただの関江門これも面白いんだけどね分かんないだろうな、うん、面談で竹村さんに怒られる、まあ、この頃少ないと思うんだけどね。竹村さん、うん、全然面談取れないよ。そうらしいんでちょっと改善します鳥貴族よろしく頼むよ大吉を、ね、うん、まあ僕はそうだね、その鳥貴族がいいかな。お、じゃあ鳥貴族よろしく頼むよ大吉をね、はい、こちらの3名の方に送らせていただきます。鳥貴族よろしく頼むよ大吉をと、肉餃子エステで夢は無尽蔵と、コイランの赤字を積む餃子から、この3人に天岐阜を送らせていただきます。はい、林賞ということで、肉餃子エステで夢無尽蔵の人を、まあ、対象としてちょっと天岐阜を送っておきます1位ということで、また来年もやりたいと思いますので、まあ、いろんな投稿されたものをちょっと見れるようなページを作ってもいいかもしれないです ね、はい、まあ、くだらなら面白いのがたくさんあります、はい、うん、FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今 FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで